有田鉄道株式会社は、和歌山県有田郡有田川町に本社を置くバス、事業者である。略称は有鉄。かつては、鉄道路線の有田鉄道線を保有し、鉄道事業を行っていたが、2003年、当社の創業事業であったが、2003年1月1日に廃止された。詳細は、有田鉄道線を参照のこと。有田鉄道の路線バス三菱不走。 ローザ有田鉄道の路線バスイスズジャーニー貸切車、和歌山県内を拠点に、路線バス、貸切バスの営業を行っている。なお、同じ和歌山県内に、有田交通という事業者が存在するが、無関係である。本社営業所和歌山県有田郡有田川町大技、徳田178火園営業所和歌山県糸郡、葛城町大技、 花園柳瀬633和歌山営業所、和歌山県和歌山市西浜1660の24境愛路線が多いので、大半がマイクロバスによる運行である。IC 乗車券や時期式、バスカードは未導入である。現金もしくは QR コード決済での利用となる。現行路線、編集、藤並、全 j r 藤並駅止まりと、 再生会有田病院直通の2系統がある。両系統とも停留所名は、藤並であるが、藤並駅行きは藤並駅西口、再生会直通は東口に停車する。また、木々中学校前より、藤並駅方面は、藤並駅行きは、県道22号線の旧道、再生会直通は、木々金谷バイパスを経由するため、停留所も異なる。花園で、 桂ツ町コミュニティバス新城、花園コースへ乗り継ぎが可能。宮山線有田川町及び日高川町旧、宮間村地域から和歌山市、海南市に直通する唯一の路線。海南駅前のダ地間は、半和自動車道海南インターチェンジと有田 IC を経由する。以降終点までは、県道22号の旧道、国道4 8十号線。 国道424号線を通る。平日のみ、に往復運行。川原川では、五望南海バス、日高川町コミュニティバス、田辺市住民バスとの乗り継ぎが可能。委託運行、編集和歌山市地域バスの委託運行2013年4月1日、運行開始。2009年10月1日に廃止された、和歌山バス、君寺団地線の一部区間を踏襲。 支払い方法は現金のみ。2007年3月31日現在、路線バスとして10台のバス車両を保有する。かつてはトヨタクラウンのセダンを一部路線に使用していたことがあった。貸し切りバスは現在、過去にはネオプランスカイライナーも在籍していた。ありがとうございます。